血のユリループ。もうタイトルがジャンル未定になってる。今回ですね、このゲームやるんですけど、まあタイトルの通り多分血出て、ユリ要素あって、多分いっぱい死に戻りするみたいなゲームだと思うんですけど、それにプラスで、なんかね、クトゥルフ神話をモチーフにしたゲームらしくて、で、なんか作者さんから直々にプレイしていただけませんかとご連絡をいただきまして、ちょっとやろうかなと思うんですけど、作者さん一ついいですか？俺クトゥルフ全然わかんないんですよ。それでもいいんすかね？まあループ要素はちょっと普通に自分的に好きなんで、まあやるんですけど、あと血ね。血流れるゲーム大体神ゲーだから、じゃあ行きます。本ゲームは、綿置き場様の利用規約に基づき、商用利用が可能な立ち絵素材を使用しております。あ、なんかね、見て思ったんだけど、なんかね、ウーマンコミュニケーションって俺が結構昔、もうほぼ1年ぐらい前かな、下ネタみたいなのを当てるゲームの、なんかね、キャラに似てるんだよね。だからそれが素材なのかな？うん。まあ、多分、その似たキャラクターが出てくるってことなんだろうね。この物語は、開発者が友人と遊んだ TRPG セッションのリプレイを大幅に脚色したものです。TRPG って一度でいいからやってみたいけど友達がいない。やってくれる友達がいない。しかもこれ結構時間かかるんじゃなかったっけ？元の TRPG シナリオはマリコロ様作の雪の先です。なお、本作はマリコロ様の許諾を得て制作いたしました。おー、すごい。よかったですね。なんかマーダーミステリーみたいな、そんな感じ？なんか一回プレイしたらもう、なんかできないですよ、みたいなやつ？全然詳しくないんですけど。この作品はフィクションです。実在の人物、団体、事件などとは一切関係ありません。まあ、クトゥルフ出てる時点で、実話だったらびっくりだわ。いるの？ってなるわ。スイ。なんか見たことある？でも、この子。リリー、今日は楽しかった？どっちが主人公なんだろう？うん。多分、この子、タイトル画面でさ、なんか血ついてなんか怖い顔してたじゃん。こっちがなんかヤンデレとかなんかな？ユリ要素あるって言うけどさ、一方的なんじゃないの？ええ。いいね、でも、なんかお嬢様みたい。髪型が好き、お下げの。リリアバックから、おもむろに、お嬢様出した。毎日がこんなに楽しければいいのですが、じゃあ包丁出しながらそれ言う？どういうこと？え？リリは、手慣れた様子で、包丁を首の右側に突きつけた。何してるの？早えよ。神は、にして、リリは何かをつぶやき、鋭い切っ先をそのまま首に押し込んだ。待って、開始何分？開始何分でこうなった。リリ！いや。出た、これ、いや！イヤはね、エッチなアプリで、クトゥルフのモンスター出てきた時に、イヤイヤって言ってるからわかる。神の子に、お。やば。祈りを唱えた後、リリは自分の喉を激しくかき切った。ちょっと待って。自分、え？お前何してんだよ。あ、でも血で落ちる。いやーリリのバッグから一枚のディスクが落ち、足元に転がっていた。しかし、スイは何が起こったのか理解できないまま、意識を失ってしまった。このリリが、ループしてるってことなのかな？ん？ベッド二つ？嫌な夢を見たような気がするんだけど、思い出せない。スイが携帯を手に取ると、そこには、1月6日と表示されていた。ん？今日はリリの誕生日だ。そうだ、クッキーを焼かなきゃ。君の家のものおかしくない？テーブルの上になんか、なんか、ハンサムな男の人の写真、同じ写真4つ置いてなかった？私は、雨宮スイレン。すごい名前だね。友達からは、スイと呼ばれている。社会人になったばかりで、ストレスのせいか、最近悪夢にうなされることが多い。まあね、あるあるよね。決定、会話ログとかも見れるんだ。C を押すと、ああ、こういう風にね、取り消しメニューを開く。OK。いや、おかしい。テーブルの上に置くもんなの？しかもこれ4つ？ 4 つ置くん？いや、なんか反応してくんねえってか、すごいね、マップ。
なんか 2.5 みたいな書かれてたんだけど、こういう感じなんだ。お風呂扉とか隔てられてないんだ。普通に水とかビシャビシャになりそうだね。でベッドが2つあるってことは、これ2人で暮らしてんじゃないの、リリーとスイちゃんは。で特に調べられない、光ってるとこしか調べられないのかな。てか家広。聖典、内神父の言葉。内神父、いや俺いやで笑うんだけど、ないやないやってあんのいやの上位互換みたいなやつね、ケアルケアルガみたいな、神々の使者にして喜びをもたらすもの。ナイヤを崇拝し、すべてをトロせよ。喜びとは神に身も心も委ねることである。うーん、これクトゥルフのあれ、ナイ神父。どんな顔で言ったんやお前。こいつの言葉を聞いたせいでお母さんはカルト教団に入ったんだ最悪や。お母さんは父を深く深く愛していた。でも私が3歳の時に父が死んじゃって、その絶望から逃れるためにナイヤ教にはまったお母さんはいつの間にか大金を貢いでいた。あ、私のことなんてそっちのけで。絶望を娘に向ければよかったね。絶望を娘に向けるって言い方おかしいけど、絶望の悲しみがあるやん。で娘に希望を抱いてやればよかったのに、なんでそのナイヤ教にはまっちゃうね。だから子供の頃はすごく寂しかった。だよね。ぬいぐるみ、君は趣味、なんか趣味でなんか同じアイテムを4つ集める趣味があんのね。え、普通本ここでいいやん。この写真1個にしここに置けよ。寝る時に怖いやろ夜電気何もついてない時にさ、こっち見たら同じ写真が4つ並んでんだよ怖いやろ。でスイが縫った人形、あ、お仕事とかなんかな、こういうなんかバイトみたいなのしてる。うさ太郎、うさべ、うさえもん、うさこ愛してるよ。見た目同じよお前。これどれがうさ太郎か分かんないだろなあ。不思議な子だな。みんなも私のこと愛してるよね。なんだその顔は。お前も気質あるだろヤンデレの。で小麦粉を手に入れた。あのこれ普通スーパーにあるカゴだよねお前盗んだろ、カゴごと持ってきたろ。小麦粉もワンチャン盗んだろお前。だってセーブは、あ、できる、記録する。おっと、撮ってる日にちがバレちゃう。結構前に撮ってるってバレちゃう。俺投稿する日ももう決めてるからさ。あ、この人こんな前にもう撮ってあるんだ。うん、撮ってある。俺もう最近ストック人間だからさ。目標、家の中を確認してクッキーの材料を探す。はい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 。バターを手に入れた。いや俺料理はするんだけどさ、このスイーツ系クッキーとかさマジで作れないからさ。絶対にケーキとかさ作れる人マジでもう尊敬する。これで材料は全部だね。俺しょっぺい料理しか作れねえからさ。でクッキーを焼く。小麦粉とバターだけでいいの？もっと細かく砂糖とかさ軽く塩みたいなの必要なじゃね。あのこの家って扉ないのそりゃ扉が存在しない家なんだな。逆に開放的でいいかもしんないね。でカレンダーとかあるけど、まあこういうのは調べられないのね。え、お風呂2つある？え、二世帯住宅みたいな感じ？なんか変わった家じゃね。洗濯か左上って。でこっちがお風呂？わかんねえ。まあ、クッキー作ろう。ふん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 してるね。音。おい、クッキー作る音じゃねえって。クッキー手に入れたわ。早。それ味する？バターの塩気？有塩バター？できた。絶対クッキーじゃねえだろ。なあ、練り物やろ。以前私の誕生日にお母さんがクッキーを焼いてくれたことがあった。結局、お母さんからの誕生日プレゼントはその一度きりだったな。ああ、親の愛をあまり知らずに育ってしまったみたいな。ついは首を横に振った。今日はリリの誕生日、ハッピーでなきゃ。うん、その昔の悲しい出来事はちょっと一旦忘れよ。今の私にはリリや他の友達がいるんだから。うん、いい笑顔や、かわいいリリは何かをつぶやき、鋭い切っ先をそのまま首に押し込んだ。何があってそうなったん？これ昨日の悪夢？うん。来たぞ。これリリーじゃない？もう、クッキー、かわいい！はいはい。すげえ、器用だね。リリーかな？それとも、いや、リリーやろ。ポポとか出てくる？誰？あ！ちょっ
絶対にウーマンコミュニケーションで見たことあるわ、この子。この子クソ可愛いって言ってたもん、俺。この子出てくるんだ。首になんかチョーカーみたいな。それ爆弾じゃね？お前バトルロワイヤルでやってる？ねえ、あのパートナーと離れすぎたらピピピピってなって爆発してるやつ。いや、ケーキを買ってきたよ。博士。博士、来てくれたんだ。あだ名？どうする？名前、博士太郎だったら。博士葵。絶対博士太郎の娘やん。大学時代、リリも入っていたオカルト研究部の仲間だ。ああ、オカルト研究部。ああ、まあ、だからスイちゃんとかも、ねえ、そういうのだから、でもスイちゃん嫌いなんでしょ？お母さんがそういうの入、ね、入っちゃって。名字も相まって、実際に聡明な彼女を博士と呼んでいる。うん。名字呼びみたいなもんだよね。顔色が悪いな。どうした？クッキー食う。ひどい夢を見たの。リリがね、自分の喉をかき切るっていう夢。そりゃまた最悪だな。この子かわいい。好き。秋高皆無という中国の古書に、人や己が死ぬのを見るのは吉とある。要は他人や自分が死ぬ夢は縁起がいいのさ。嘘やろ？そんなことはないやろ。人死んで今日いい日なるな、なる？もしかしたら君たちの友情が大きく進展するのかもしれないな。え、みんな人が、なんか身近な人間が死ぬ夢とか自分が死ぬ夢見たことある？あ、でも俺自分が死ぬ夢結構見たことあるかもしんない。記憶の中では。いや、死んだっていうか意識はあるんだけど、なんかゾンビに内臓を食われてたりみたいな、そういう夢結構見たことあるかも。ゾンビ映画見た後とか。でもいいことなんてなかったよ。リリと私はもう大親友だよ。これ以上どう進展するの？いやいや、親友を超えるの、LINE 超えるんだよ。ユリやろ？なあ、せえ。くっせえ。君は知らないだろうが、リリは親友以上の仲になりたいのさ。あ、知ってんだ。そういうことも、博士ちゃんは。リリへのプレゼントは用意したのかい？クッキーを焼いたよ。博士は？もちろん用意してきたが、後でのお楽しみだ。おお、いいね。あ、リリちゃん来た。リリちゃんここでも死ぬ？きっとリリだ。いや、ロロかもしれん。起きた。スイちゃん、博士ちゃん。いいね、この子もすけ、すご、リ、か、くすかけてあげて。どうしたん？リリ、すごく会いたかったよ。いや、もう、チューしてない？スイはリリを強く抱きしめた。いや、もう大親友。いや、俺の中での大親友は、逆よ。ギューとかしない、逆に。逆になんか、そういうの恥ずかしくなるわ。もう何も喋ったりしないもん。無事でよかった。ああ、まあ、その悪夢があったからってこと？いや、でも、それが現実のあれだろ。スイちゃん？昨日、おしゃべりしたばかりですわよね。あ、ちゃんとお嬢様なの？それでも会いたかったの。スイは抱きしめる腕にさらに力を入れ、死ぬて。死ぬでもこれでループするやろ。はわわ。かわいい。俺も抱きしめていい？いや、でも俺、博士ちゃん抱きしめたいな。おっと、私はお邪魔だったかな。ええよ、三人でしよう。ユリゾのユリコ。存在がユリやん。通称リリ。ああ、ユリゾノの、ユリ、まあ、ユリのリーを2個取ったのね。卒業後、リリはうちの隣の市の総合病院で働き始め、この地域の、菓子屋に引っ越してきた。まあ、成人済みなのかな。ケーキでっけ！一時食えないやろ、これ。なんでろうそく3本なの？ほらほら、願い事を3つして、ろうそくを吹き消して。最後の願い事は口にするなよ。あ、なんかそういう、なんかあんの？世界が平和でありますように、私たち3人の友情が永遠に続きますように。友情でいいの？そう願っちゃったら友情でとどまっちゃうかもしんないよ。スイちゃんと、今度こそ結ばれますように。あ、これが、一番メインってこと？口に出すなよってそういうこと？もう心の中で思っとけってことね。リリはケーキのろうそくを吹き消した。三人はケーキを食べ始めた。うん、全部食ったの早っ。でも、なんか、しょっぱいもん食ってからじゃない？普通。なんかね、チキンとかさ、なんか誕生日になんか合いそうな食べ物食ってからケーキじゃない？でも女の子だから初手ケーキから行っちゃうのかな？で、それでも夜ご飯みたいな。リリ、最近仕事の調子はどう？もう、相変わらず多忙ですわ。喋り方お嬢様だけど、でも病院で働く。逆にいいね。ナース姿でのですわ、喋り。めっちゃいいな。エッチ。はは、医療従事者は本当に大変だね。
博士ちゃんは論文は順調？大学院生にそんな質問するんじゃないよ。女の子の会話や。リリアは食べながら談笑し、うっかり頬にクリームをつけた。あ、まだ食べてんのね。お、ペロすんの？ほっぺにクリームがついてるよ。ペロか？スイは手を伸ばし、リリの頬を拭った。あ、手伸ばしてからペロか。二段階踏むのね。そのままスイは指を口へ持っていき、クリームを舐め取った。そんなことするからだよ。スイちゃん？おい、やれや。おやおや、これはまた、ただで見物していいものだろうか。これ結構好物なの？博士ちゃん的には。どうしたの？当たり前なんだな。なんでもありませんわ。もうこの時点で大親友超えてる気するけどな。俺的には。でも女の子の大親友はこんな感じなのかもね。絶対ねえだろ。普通にちょっと逆にあれや、もう恋心言ってるやろ。プレゼントを用意したんだ。キッチンに取りに行ってくるね。しけってそう、めちゃくちゃ。ラップした？なあ、リリー。ついに告白しようと思ったことはあるのかい？うん。ここで聞いちゃうんだ。何のことかしら？まあ、博士ちゃんは普通にこう察してるみたいな感じか。実際に聞いたわけじゃないのね。とぼけても無駄だよ。ついに惚れてるのは一目瞭然だ。リリは机の上の手を握りしめた。おう。だって、スイちゃんの恋愛対象はきっと男性でしょ？それに何より、告白してスイちゃんとの友情が壊れてしまうのが恐ろしいですわ。まあね。あ、ちゃんとそこら辺は考えてあるんだね。なんか勢いで告白とかするわけじゃないんだ。博士はリリの拳に軽く手を添えた。そうだよな。もしスイに拒絶されたり、敬遠されたりしたら辛すぎるよな。今の関係が崩れちゃいそうだよね。無責任なことを言ってすまなかった。でもさ、こうやって、なんだろう、理解してくれてる人がいるだけでもいいと思うけどね。ずっとなんか抱え込んじゃうじゃん。気になさらないで。悪気がないことは分かっていますわ。リリちゃん、博士ちゃんのこと殺さないでね。だが、たとえ君が告白して、スイがそれに答えられなかったとしても、君を嫌いになることはない、と思うよ。いやでもさ、そうかもしんないよ、表では。内心怖いよね。結局そういうのって。本当はどう思ってんだろうっていうフェーズに行くよ。スイはいい女だ。自分の見る目に自信を持て。いやー、怖いよでも。ええ、その通りですわね。まあでもスイちゃんは大丈夫だと思うけどね。何の話？ありませんわ。何？何でもありませんわならわかるけど。ん？スイも戻ったことだし、そろそろリリーにプレゼントを渡すとするか。そうだね。クッキーね。あ、先に出すんだ、博士ちゃん。博士は、ダニッチの皮脂と表紙に書かれた本を取り出した。ああ、まあそういうのが好きってことだもんね。骨董屋を覗いた時に偶然見つけたんだが、なんと人間の皮で、装着されてるようだ。おかしいやろ。嘘でしょ？博士。ついは博士の腕をはたいた。もはや呪物だよ。プレゼントにそれってどういうことなの？我々はおかけんだぞ。いや、そこはどうでもいいのよ。本当に人間の皮使ってんの？売れないやろ、こんな。リリは本の表紙を恐る恐るつついた。あ、ちゃんと恐れてんだな。ちゃんと中も確認したぞ。そこまで変なことは書かれてない。いや、内容関係ねえんだわ。人間の皮が怖えんだわ。おかしいって。人の死んだ皮を持ちながら読むんだよ。私のために選んでくださったんだもの。気に入りましたわ。嘘つくなよ。それに、作者がその魂の全てを注ぎ込んだような迫力よね。いや、まだ読めてないのよくわかったな。博士ちゃん、ありがとうございます。もう、喜んでる。リリはその本を大切にバッグにしまった。臭くない？次は私の番だね。なんか、この本の後のクッキーって喜んでくれるんかな。まあ、スイが作ったなら何でもいいとかだよね、多分。リリ、私お手製のクッキーだよ。一枚ででかいってこと？これ。大好きな猫さんのクッキーね。愛らしいわ。手作りの方が思いが伝わりやすいかと思って。おう。リリはクッキーを一口食べた。美味しい。最高ですわ。猫の毛とか入れてんじゃね？クッキーの作り方をずっと習いたいと思っていましたの。スイちゃんはどなたに習ったの？え、
ああよかった。なんかあのね、知り合いの男の人とかでさ、料理が得意な人とかって言った瞬間でもリリちゃん毛相変えてさ、急になんか遠く行って包丁持ってきてぶっ刺しそう。自分で覚えたんだ。母は内野球にハマっちゃってめったに家に帰らないからさ。ああこれ実家内野教。ああ内神父とやらが近年盛り上げてるあれか。ああ実際にいるんだ。一度ね、母が珍しくクッキーを焼いてくれたことがあって、その味がどうしても忘れられなかったんだ。だからそのクッキーを再現したかったの。なるほど。ごめんなさい、余計なことを聞きましたわ。逆に今初めて言うのそれ。気にしないで、今度さまた遊びに来てよ。クッキーの作り方を教えてあげる。よろしいの？ぜひお願いしたいですわ。うん。どうした？リリは突然顔をしかめ下腹部に手を当てた。え？すみません、お手洗いをお借りしてもよろしいかしら。あーケーキ悪かったんか。大丈夫か？ナプキンか痛み止めなら持ってるぞ。あーなんか生理痛？いえ結構よ、すぐに戻りますわ。リリが立ち上がるとうっかりバッグにぶつかってしまい、その拍子に何かがこぼれ落ちた。 CD プレイヤーと1枚のディスク。リリは慌ててディスクと CD プレイヤーをバッグに戻した。いや別にだって なんか手書きでなんかさ、あのエッチなやつとかって書いてないんだったら別にね、慌てなくても大丈夫じゃない？そのディスク確かどこかで、え、気のせいだよね。あ、悪夢の時のやつじゃないの、じゃないのそれ、思い出したのって。それよりリリにホットココアでも作ってあげようかな。ああいいんじゃない。ダークチョコはマグネシウムが、牛乳はカルシウムが豊富らしい。そこまで考えてんだ。どっちも筋肉をリラックスさせる効果があるからきっといいよね。お前天才かよ。博士と話し、ホットココアの材料を手に入れる。博士と話す必要ってあんの？絶対ないよね。お前自分家やろこれ。どうした？博士何か企んでるでしょ。さっきのディスク中身を聞いてみないかい？いややめとこう。絶対スイちゃんとの、なんかスイちゃんのなんか盗聴してんじゃないの？ねえ、寝てる音、寝てるなんか寝声、なんか寝息とかさ、で途中で兵したりとかさ、ベビューみたいな兵。ダメだよ。なぜだ？聞いたら悪いことが起こるような気がするんだ。じゃあ聞こっか。大丈夫、どうせループするから。分かったよ、やめておこう。うん。で、ダークチョコと牛乳？ダークチョコレートを手に入れた。俺ダークチョコレートってか、まあチョコレートが買うんだったら冷蔵庫に入れるけどね。俺冷たい方が好きなんだわ。ベロベロになってない？ミルクを手に入れた。これで材料は全部だね。普通にココアのあの粉末ないの？ホットココアを作りに行く。これでいいのかな。え、オーブン？え、ホットココアを手に入れた。うん、これで、これでよし。これで飲む？ちょっと体温めな。これは温かいうちにどうぞ。ちょっとは楽になるかも。なんかホットミルクとかちっちゃい頃飲んでたらうめえよなあれ。なんか温めただけなのに。ありがとうスイちゃん。ただあのね、なんかあの粘膜みたいな上にね、表面に出ちゃうよね。あれがちょっとなんか気持ち悪いよな。ありがとうスイちゃん。リリはホットココアを堪能した。効果はあったか？早えよ、もうちょっと経つやろ。正直まだちょっと辛いようですわ。早めに帰って休んだ方がいいかも、誕生日なのにね。いやここ泊まれば？そうですわね、せっかくの集まりを台無しにしてしまって心苦しいわ。気にすんなよ。気にするな、不可抗力だ。いや何で当たったの？ケーキじゃねえの？でもケーキだったら3人とも腹やるか。急に RPG の並び。ちょっとそこまで送るね。リリと博士をバス停まで送る。え、じゃあ夢の通りなんじゃねえのこれ。夢で起きたやつが今日の話なんじゃねえの。お、てかすごいねマップ。ん？え、こんな、え、こんな、なんかワールドマップみたいなのあんだ。何これ。中華圏あるんだけど。バス停はあっちだよ。行かなーい。3人でこっちに行こう。何このヘリ。めっちゃ気になるんだけど。あ、病院。リリちゃんが働いてるところってこと？んで、あー出たこれ。なんかね、原子炉みたいなやつ。これあの、ウルトラマン、え、ウルトラマンジャックだっけか、帰ってきたウルトラマンとあの、ベムスターだっけ、戦ったところだよね。
何言ってんだろうね。誰もわかんないこと言っちゃった。バス停に行く？行きましょうか。あのなんか中華っぽいとこめっちゃ気になるんだけど。いやここやん。これで博士なんか帰った後の出来事やん。こんなん夕日が綺麗ですわね。おうそうだね。ほんといつ見ても綺麗だよね。これはいよいよ邪魔者かな。いや特に何もないやろ。別にバス停でえんやコーラしないんだから。悪いが急用思い出したんだ。お先に失礼するよ。うん。え、そうなの？それじゃあね。マスク博士、私のために。え、本当にそういう流れ？博士はリリーにウィンクをした。頑張れよ。私がしてあげられるのはここまでだ。博士はクールに去るぜ。いいねえ。博士は一番好き。もうなんかキャラも好き。なんかちょっと中二っぽくて。リリー、今日は楽しかった？あれ、このセリフ？ええ、毎日がこんなに楽しければいいのですが。いや、借金やろ。あれ、私夕日って大好き。スイちゃんと出会ったのも夕日の中でしたもの。もうよく覚えてんね。天気まで、天気ってかその時間まで。その時も私気分が優れなくて、そんな時優しく気遣ってくれたのがスイちゃんでしたわ。そんなことあったっけ？どうして思い出せないの？もう忘れんなよ、お前大事な思い出。ヒュー！どっちの子もレベル高いじゃん。うわ、チャラ男ね。ねえ、二人とも暇？俺たちと一緒に遊ばない？これが噂に聞くナンパですの？もうすぐ暗くなるので、早く帰らないと。そっかそっか。いいね。いきなり宅飲みしちゃう？きっしょ。なになになに、急に何を言い出すの？バカ、こういう時は家まで送るよって言うんだよ。いや断られるだろ普通に、知らんやつと。やべ、そうだった。いや成功したことねえだろ絶対それで。家まで送るよ、遅えよ。手遅れだろ。住んでる場所を教えるわけないでしょ。それな、聞かにどぬくねえよそれで行くんだったら。どうしましょう、こんな事態。一体どう対処すればいいの？怖いよね。スイはリリーに近寄り腕を絡ませた。今デート中なんですけど、これから家に帰るんです、二人で。うん。スイちゃん！そういうことなんで、もう行っていいですか？え、そういう感じ？そういう感じやるげ。でも男と経験するのもありじゃね。ライム交換だけでもさ、それならいいだろ。シャロー B はリリーに手を伸ばした。いや、何をする気なの？おい、いいぞ。突如スイがシャロー B の手首を掴んだ。汚い手で人の女に触らないで。あ、スイは力を強め、シャロー B の手首をあらぬ方向にねじった。え、格闘技経験者？え、うわぁ！行こうぜ。これが愛の力や、おめえ。アンパンマンや。おい、置いてくなよ！くそ、なんだあの怪力女は。いや、スイちゃん、スイちゃんの方がヤンデレっぽいけど。これダブルヤンデレ？いや、メンヘラ&ヤンデレか？まったく、怖かったね。ええ、そうですわね。ごめん、さっき人の女とか呼んじゃって。いやもうこれもうオッケーやろ。リリーちゃん、逆にあのヤンキーってかあのチャラ男たちに感謝した方がいいかもね。そんな、かっこよかったですわ。それに私本当だったらいいって。もう言えって、もう大きい声で。ん、ごめん、なんて言ったの？いえいえ、ダメ、もう我慢できませんわ。つって服バーってやつ。ボロンじゃねえや、ボロンは違えわ。男だそれ。私あなたのことが大好きですの。え、もうすごいね。告白するときって大体さ、好きで終わるじゃん。好き、付き合ってくださいとか、もう大好きって言ってんだね。本当に本心が伝わる。え、まあこれで断ったらびっくりだよ。ああ、もう
私も大好きだよ。私たちはずっと大親友だよ。あー、スイちゃん、それはやらかした。あ、そうですわね。知っていたのにそういう関係にはなれないって。いや、もっと深く言おう。人の女って私そうなりたいんですの。って言え。それでもこんな幸せな日をまた過ごしたい。一度だけ。そう、もう一度。リリー、スイちゃん、私の大好きはあなたのとは違うの。あれ、今顔が。リリーはバッグからおもむろに包丁取り出して、いや結局包丁持ってるんかよ。なんでバッグに包丁持ってんの。まずそもそもなんかする気だったやん。こういう出来事関係なしで殺す気だったの、それか自分で死ぬ気だったの。え、リリは手慣れた様子で、なんか手慣れてんだよね。包丁首の右側に突きつけた。なんで手慣れてんの。え、もう何回もこれやっぱリリちゃん繰り返してんのかな。何してるの。神は門にして鍵、過去未来を復有するもの。リリは何かをつぶやき、鋭い切り先をそのまま首に押し込んだ。リリ、あまりの激痛にリリはたちまち手から力が抜けた。だがすぐに包丁を握り直し、いや神の器の剪定を、いや神の子に降誕を。祈りを唱えた後、リリは自分の喉を激しくかき切った。ああ、死に顔も綺麗やの。いやあ！リリのバッグから一枚のディスクが落ち、足元に転がっていた。しかし、スイは何が起こったのか理解できないまま、意識を失ってしまった。でもこれでもう、あれループしてるってなんじゃないの？夢と同じみたいな。うわあ、戻ってきた。うわあ！一番怖いのはあの写真立てたわ、マジで。嫌な夢を見たような気がするんだけど、思い出せない。まあ、ほんとリリちゃんがループして全部覚えてんのかな？スイちゃんなんかそれに影響されて若干ちょっと欠片はあるけど。スイが携帯を手に取ると、そこには1月6日と表示されていた。え、だから結局 OK すればいいんじゃないの？そしたらもうループ止まってさ、今日はリリの誕生日だ。だからリリちゃんが死ぬのがトリガーなんでしょ？多分ループの。間違いない。今日だ。ん？ちょっと、ん？ん？今の今日だわ。ん？ここからが始まりなのか。血のユリループ。私の大好きはあなたのとは違うの。え？博士ちゃん絶対死ぬじゃん！え？包丁？博士ちゃん、絶対死ぬ。え？すごい。神は門にして鍵。うわ、なんかクトゥルフっぽい。知らんけど。何やこれ。世界を塗り替える友情を見届けよ。本編で流すんこれ。ちょっと今後の展開が分かってしまったんだけど。リリのためにクッキーを焼かなくちゃ。おお、まあまあこういう感じね。あ、人形とかも調べられなくなってるわ。小麦粉からのバターからのここで料理をん？あれ？できないぞ。あれ？あ、なにここ、ウジ虫？ウジ虫入れるクッキーに。同窓会の案内。はがきを手に入れた。なんかちょっと変わるね。もうすぐ大学の同窓会がある。みんな元気かな。1年生の時、リリは学科でも有名な人気者だった。基礎生物学のグループ課題で一緒だった時は緊張したな。有名なんだ、人気だったんだね。むしろスイちゃんの方が人気だったんじゃねと思うけど、なんかキャラ的に。でもまさかそのリリがオカ研への入部を希望するなんてね。うん、オカルト研究部で新入部員を募集してるとおっしゃってましたわね。ぜひ入部させていただきたいのだけど。うん、でもこれはスイちゃんがいるからなんかな、もう一目惚れみたいな。そういえばリリってオカ研でどう過ごしてたっけ。どうなんだろうね。これで材料は全部だね。オカ研もうやっぱスイちゃんも入ってたんだね。
で、クッキー作って、ちょっと気分変えた、あの馬のクッキーにしよう。クッキーを手に入れた。チンコ型のクッキーとかさ、ごめんなさい。できた。まあ猫なんだね。え、デジャブ。そうだよ。で、博士なんだよ、まず。はいはい。で、博士だね。いや、ケーキを買ってきたよ。博士、来てくれたんだ。うん。博士はリリーに何をプレゼントするの？秘密。でもなんかセリフ変わるんだね。まるっきり同じじゃないんだ。もしかして、人間の皮膚で装着された本とか、そういう呪物めいたのとか用意しそう。おや、なぜわかったんだい？ああ。え？合ってんだな、やっぱ。私が言うのもどうかと思うが、一皮早朝本をプレゼントにするなんて普通は予想しないんじゃないか。うん。え、確かに的中しすぎ。やっぱちまちま覚えてんだな。そういえばさ、おかけの時の活動って覚えてる？ん？もちろんさ、都市伝説を調査したり、心霊スポットや自殺の名所を探検したり、君の紹介で除霊やコンビのインタビューもしたな。ちょっと待って。結構ガチだね。アニメとかで見るオカルト研究部って、ほんと中二病見てる奴らがさ、なんか、ね、なんか絶対成功しないことしてるみたいな。都市伝説調査はまだわかるけど、心霊スポットの自殺の名所まで行くの？結構ガチだね。リリーも一緒だった？でもオカルト研究部ってそんなことすんだな。そのはずだ。うん。だが言われてみると、リリーが酔わせた場面が思い浮かばないな。あ、そうなの？私もなんだ。リリーとおかけんでの記憶が思い出せないの。うん。なぜそれを聞くんだい？スイは博士に、リリーが喉をかっきる夢を見たこと、妙な既視感を感じたこと、リリーとの過去を思い出せないことなどを話した。それでね、リリーに何か悪いことが起こるんじゃないかって思うんだ。博士に言ってもらったらどうなるんだろう、あの場面。ははーん。つまるところ君はただリリのことが心配なんだろう。え？考えすぎは良くない。悩んでることを全部リリに打ち明けて、その上でどうするか話し合うのはどうだい？信じきれてないのかな。私がリリなら君にそこまで心配してもらえて嬉しいけどね。うん。そっか、そうだね。起きた、リリだ。リリちゃん、きっとリリだ。とりあえずバッグに入れてる包丁だけは取っとこう。それは死ねないやろ。でもどうすんだろう、別にそれで死ななくてもいいもんね。ほらほら、願い事を3つしてろうそくを吹き消して。ちょっと飛んだね。最後の願い事は口にするなよ。世界が平和でありますように。私たち3人の友情が永遠に続きますように。そしてスイちゃんと今度こそ。覚えてんだよね、やっぱ自分が死んでんの。なんてね、そんなの実現するはずありませんわね。まあ、もう何回かやってのこの気持ちね。私お手製のクッキーだよ。うん。で、本。私からは骨董屋で偶然見つけた一冊、ダニッチの碑だ。スイちゃん、博士ちゃんもプレゼントありがとうございます。え、でもリアクション的にはさっきのやつが初めてっぽいよね。リアクションも今回は知ってそう。このなんかリアクションね、ちょっと落ち着いてんじゃん。私なんかのためにお祝いしてくださるなんて。どうしたの急に。リリの誕生日毎年お祝いしてるでしょ。そうさ。はて、去年は何をしたっけ。え、今日みたいにうちでパーティーしたんじゃなかった。なんかはっきり思い出せないな。よくないですわ。何？え、これ実際作り、え、なんか塗り替えられてんのかな。実際はリリちゃんと、え、なんかそういう昔の話過去はないみたいなさ。ねえ博士ちゃん、このダニッチの秘史はどういった本なのかしら。よくないですわ、なんか知ってんだな。では話そうじゃないか。いや、いいよ。ボロ。マサチューセッツのダニッチという村に、ウェイトリーという名の一家がいた。記録によると、1913年。
一家に息子が生まれた。そしてその頃からダニッチの牛が時々変死するようになった。そして1928年、ついに大規模なキャトルミューティレーションが起こる。なそれ。村の牛は次々と何らかの未確認生物に血を抜かれ、無残な死を遂げた。いや、牛が死ぬほどかわいそうや。やがて事件はエスカレートし、村人までもが犠牲になった。こんなん誕生日に送んな。そしてこの本は生き残ったが発狂した村人が書いたというんだ。その後何が起きたかは自分で読んでくれ。この本が元凶だったりする？呪物そのものですわ。これ誕生日プレゼントって。嘘でしょ博士。スイは博士の腕をはたいた。もはや呪物だよ。プレゼントにそれってどういうことなの？我々はおかけんだぞ。そもそも自分の学科で新入部員を探してリリーに声をかけたのは君じゃないか。もう、え？それはそうなんだけど。え？リリーに声かけた？だってなんか自分が入りたいって言ってなかった？うちの学科といえばリリーのとこにもハガキ届いた？同窓会があるんだってね。届きましたわ。リリーは人気者だったからみんなきっと会いたがってるよ。私人気者ではありませんでしたわ。だよね、なんかキャラ的にね、影で人気みたいな、男性にね、あの子可愛いみたいなさ、そういうのはわかるけど。リリは突然顔をしかめ下腹部に手を当てた。またこうなるんだ。前回よりも痛い。前回って言ってる。ごめんなさい、ちょっと気分が長居はできそうにないですわ。これループの代償なんじゃねえの？ループしすぎてるからなんか体に違和感みたいなさ、なんかそうやろ。あ、月のものか。ああ、早めに帰って休んだ方がいいかも。ええ。リリが立ち上がるとうっかりバッグにぶつかってしまい、お前さ、前回のことを分かるんだったらバッグもうちょっと遠くに置いとけよ。その拍子に何かがこぼれ落ちた。 CD プレイヤーと1枚のディスク。なんかこれ確定事項なの？なんで必ずミスんのこの子。リリは慌ててディスクと CD プレイヤーをバッグに戻した。包丁だけ出てこないんだ。リリのバッグから1枚のディスクが落ち、足元に転がっていた。うん、またあのディスク。どうして慌ててバッグに戻したの？中身は何？いや、それよりももうまず包丁やろ。まあ、そのディスクは後回しでいいから、まず包丁で死ぬことをまず回避させようや。なあ、おい、めっちゃチャンスやろ。この子がトイレ行ってる間に包丁取り出せるのに、まだ分かってないの？ループしてるってまだ悪夢だと思ってんの？まあでもそんなすぐ信じきれないか。でバス停でしょ。はい、二度目や。ここでまず博士ちゃん止めよう。考えすぎは良くない。悩んでることを全部リリに打ち明けて、その上でどうするか話し合うのはどうだい？うん、逃げちゃダメだ。今度こそ突き止めなきゃ。そうだよ。ねえリリー、さっきのって CD なの？聞いてみてもいい？うん、少々不気味な内容なのでやめておいた方がいいと思いますわ。不気味？むしろありだろう。お願い、リリが何を聞いたのか知りたいの。わかりましたわ。え、これは察しないの？なんかスイちゃんもなんかループしてんじゃねって、ループっていうか記憶はあんじゃねって。リリはディスクと CD プレイヤーを取り出し、スイに手渡した。ディスクには、門というタイトル以外何も印刷されていない。このディスクのせい？スイはディスクを CD プレイヤーに入れ、イヤホンを差し込み、その片方を博士に渡した。ちょっと一回道から外れようか？他の歩行者来るで。そこから流れてきたのは、神は門、にして鍵、過去、未来を復有する者、いやいや神の器の選定を、いやいや神の子に交誕を。あ、何これ、カルト教団のお祈り？神の子交誕？何の神の？それにこの祈りの言葉、
どこかで聞いたことがある気がするな。リリー、このディスクをどうやって手に入れたの？それは、リリー、実は、ある神父様からいただきました。いや、ないや。神父？昨年の12月24日、私は、山王図書館で本を探してましたの。うん。本に載ってる神父様じゃないの？え？やっと見つけましたわ。貸出カウンターへ参りましょう。あ。リリアつまずき、抱えていた本を落とした。いた。手のひらが。切っちゃったのかい？大丈夫ですか？お嬢さん。申し訳ありません。私の不注意ですわ。男はリリに手を差し出した。どうも、ご親切に。リリはその手を借りて立ち上がった。手のひらを怪我してるではないですか。傷を残してはいけない。え、魔法使える？男がリリの怪我を人差し指でずっとスッとなぞると、気づかない？たちまち逃げた。傷口が消えましたわ。ガチ実力者やんけ。私は、ナイ・アーラと。神父を務めています。この図書館の常連でね、よく来ます。いや、やば、神父、俺神父なろうかな。ねえ、この力で女の人を癒して。はじめまして、神父様、リリーと申します。図書館には私もよく来ますわえ、あだ名で自己紹介する子俺初めて見たわ。え、本名は何なんないっつってさ何やっけ、ユリゾのユリコだっけ。全然違うやんけってなるよね。リリー、これはこれは純潔の百合の花のようにいい響きですね。割と無理やりな相性だけどね。出会いの意味、この本を借りようと。ええ。君は全ての出会いに意味があると信じてるのですか？信じてるのですか？内神父には全てを打ち解けたくなるな、ん、め、ん、なふしがたい雰囲気が漂っていた。名不死型、昔、ある出会いを経験いたしました。この上ない運命を感じて、その方とお友達になりたいと思いましたわ、スイちゃんね。でも、勇気を出せずにそのまま、今でも後悔していますわ。ならば、今日の出会いにも意味があるのでしょう。内神父はローブの襟を上げ、内ポケットから一枚のディスクを取り出し、リリーに渡した。受け取るとき、ローブの隙間から何かがちらりと見えた。乳首じゃね？リリの方を凝視する無数の目。え？気のせいかしら。え？ちょっと、ここ人間じゃねえんじゃねえの？ローブの隙間から、え、人間に扮したなんかってこと？これを聞き、再生される祈りを復唱なさい。大いなる神は君の願いを聞き入れ、叶えてくれるでしょう。こういうのもさ、クトゥルフを知ってたら、あ、これあれかってなんのかな。人間に、なんかね、なんか成り代われるみたいな。思えば、お腹の不調が始まったのも、その次の日にディスクを聞いてからでしたわ。え、ならば生理痛ではないな。うん。やっぱり、あの神父だ。あ、そっか。そうだね、お母さんが。そうだもんね。スイはリリーの肩を掴んだ。リリー、騙されないで。そいつはただの詐欺師だよ。私のお母さんを内野教に聞き込んで、お金を搾取したんだ。え？教団に入ったの？奴らに何かされた？何があったのか話して。お願い。これ以上大切な人が騙されて傷つくのを見たくないの。スイちゃん、違うの。私は騙されてるのではなく、騙しているの。あなたたちお二人を騙しましたわ。え？どういう意味だ？実は私。え？ああ。え？痛い！どうしたの？え？リリは下腹部を両手で抱えてしゃがみ込み、おぞましい悲鳴を上げ、そのまま仰向けに倒れた。リリー？まもなく、
リリは悲鳴を上げなくなり、全身を痙攣させるだけになった。瞬間、その腹の一部がぷくっと、ちょっと待って、もう、バケモンが腹の中にいるやん。え、お前、おい、神父、お前、種植えたか？そしてへそを食い破るように、豆さやほどの肉汁が一匹這い出した。博士なんでないこいつっぽやん。めっちゃっぽやん。玉でしょ、玉袋やん。っぽやん、これはっぽやん。肉汁はみるみる震え上がり成長し、触手や目、大きな口まで形成された。ぽやん。これはなんだ、どういうこと、どういうこと、どういうこと。父よ、成し遂げられた。ない、もう、クトゥルフがわからん。なんでもありや。神の子は瞬間的に、あれ神の子なん、天高く移動し、そのまま浮き上がると、その姿はどんどん小さくなっていった。普通大きくなるやろ、ちっちゃくなるのかい。そして天ほどの大きさになった時、まるで水面を何かが這うように空に波紋が現れた。波紋は空全体を包み込むように広がり、渦巻きを形成し、その中に浮かび上がったのは、ああ、なんこれ、ね、顕微鏡で覗いたらでもなんかカビこんなんでしょ。な、何あれ。途端、人知を超えた静音がついと博士の脳に流れ込んできた。何これ、ノイズ。しかし博士は聞いた、神のお告げを。そうか、そうだったのか。子は鍵、鍵は門、門は父、命とは、世界とは。空がガラスのように割れ、異界の粉塵が降り注いだ。ちょっと何これ。この世界は間もなくリブートされる。私は一体何を。あ、ビンタしたのね。狂気に飲み込まれてたんだよ。いいから逃げよう。逃げる、どこへ。そのリリの心配一切しねえな。どこって。え、今朝、神の子が降誕する前。おう、リリの体から這い出てきたあれが神の子なら、空に浮かんでる玉虫色の球体の塊が神なのか。リリ大丈夫。私が死にかけた時に祈りを唱えれば時間を巻き戻せますわ。おう、ですか。その力ももう尽きそう。これが最後ですわ。時間を、もう次で終わり。ループ。こんなことになるなんて、ごめんなさい、巻き込んでしまったわ。リリー、しっかりして。神はもう、にして鍵。リリーが祈りを唱え始めると、スイート博士は頭を殴られたような感覚に襲われた。そして意識が体から徐々に抜けていった。朦朧とする中、二人が聞いたのは、神の子を殺して。どうやって。だってそれやっちゃうとリリーだって死ぬんじゃねえの。戻ってきて。でも案外短い、なんかたった2回のループで結構分かったね。うわあ、はあ、はあ、全部覚えてる。こんなの夢のはずがない。スイが携帯を手に入ると、そこにはドゥルトが作ってもらってもらってもらって。本当に朝に戻ってる。その瞬間、スイの脳内になだれ込んできたのは、1月6日に何度も目覚めた記憶。この朝に戻ってきたのは初めてじゃないんだ。これは何度目のループなの。それにこれまでのループでは、リリが自分で喉を切り裂いて巻き戻ったけど、
前回のループだけでは、だけは、神の子の誕生で終わった。なんかありえないほど噛んだな。うん。誕生でも、それでダメ、大丈夫なんだ。リリーからだ。スイちゃん、楽しみにしていたのに、体調が優れず出席できません。残念ですわ。いやいや、もうなんか、もう全員知った状態みたいな会話しようよ。体調が優れないって、神の子であるのせいでしょ？でも、どうして私たちに会いに来ないの？リリー、心配だよ。今どこ？腹痛がひどいの？既読する。嫌だよ。一体どうなってるの？うん、博士は覚えてんのかな。考えすぎても意味ないよね。まずは情報を集めないと。うん、これでワールドマップかい。お、いろいろ調べる。ちょっと待って、一回セーブさせて。セーブして、うん。スイはとりあえずネットで化け物、世界の終わり、時間の巻き戻しなどを検索した。うん、役立つ情報はなしか。いや、何かしらヒットしそう。変なアニメとか漫画とかで。前回のループを覚えてる人がいたらもっと大騒ぎになってるはずだもんね。うん、いや、博士は覚えてるのは私だけなのかな。リリーと博士は、いや、リリーちゃんが覚えてるならあんなメール送ってこなくない？覚えてんじゃねえ。でも前回のとかって言ってたよね。ところどころしか覚えてないんかな。聖典、ない神父の言葉。スイは無言で読み進めた。ディスクの中にあった祈りについての記述はなく、神の子の誕生を予言するわけでもない。ただない神父の教えと写真が掲載されてるだけだった。うん、あの神父、信者にも大して情報を与えてないってこと。まあ人間じゃないんでしょ多分。携帯で神父の写真を撮っておこう。そのうち役に立つかも。ああ、出会うかもしれないね。でも出会ったところで勝てる？で、同窓会のあれでしょ。同窓会の案内、書きを手に入れた。神の子の降誕を止められなかったら同窓会どころじゃないよ。いや、行こうぜ。もう関係ねえよ。神も誘うぜ。手がかりが見つからない。せめて博士がいれば。ピンポンじゃない？あ、来た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 よ。俺大好きな博士ちゃん。はいはい。で、博士は覚えてんのかな。いや、今回はケーキを買わずに来たよ。覚えてんだね。さすが博士だ。博士、記憶があるの？スイが博士に確認すると、二人とも神の子の降誕を覚えてるだけでなく、以前のループの記憶も取り戻していた。うん、リリが来たら何とかして神の子を殺して週末を回避しないとな。すごいな。ほんと急に世界の命運この子たちにかかってる。実はね、リリから体調が悪くてこれなって、メッセージが来たんだ。神の子がもうすぐ生まれるはずだ。どうして助けを求めに来ない？うん、力が尽きそうって言ってたし、前回のループの記憶がないとか。あ、なるほどね。リリの家がどこにある、どこかわかるかい？探しに行こう。リリの働いてる総合病院、隣の市だからさ。あ、そうなの？卒業後、この辺りに家を借りて引っ越してきたんだよね。うん。遊びに行ったこともあるはずなのに、なぜか場所が思い出せないんだ。これなんでなんだろう。謎だな。リリーがおかげで何をしていたのか、思い出せないのと一緒だな。リリーとの思い出だけを遮断している何かがあるのか。ああ。私は騙されてるのではなく、騙してるの。あなたたちお二人を騙しましたわ。そもそもだから、そんな過去ないんじゃねえの？リリーがどうして私たちを騙したと言ったのか、少し気になるけど。うん。とにかく、リリーの職場を訪ねて、何か手がかりがないか聞いてみよう。リリがよく行く、なんていう、なんていうんだっけ、山を、図書館を探るのも手だな。いいね。うん。それにしても、神の子とか、週末とか、時間の巻き戻しとか、非科学的にも程があるよね。今日は、いろんなことがありすぎて参っちゃうな。私はただ、博士に久しぶりに会って、リリにクッキーを焼きたかっただけなのに。スイ。何？はは。どうした？我々はおかけんだぞ。非科学的な話はぴったりじゃないか。確かに。博士は本当変わらないね。いいやん、こんな子が一人ないとしんどくなっちゃうよ。待って、そもそも総合病院で働いてなかったりして。ねえ。
や、図書館も総合病院もこっちの方向だ。オッケーオッケー、ちょっとセーブさせて。セーブして。かわいい博士ちゃん。で、まずここか。図書館に行く。これどっちか一個しか行けないわけじゃないよね。行こう。あ、ここリリちゃんが本見つけたとこだよね。これなんかあんじゃねえの。もう本自体ないか。はい、こんばんは。すみません。ん？ついは携帯を取り出し、神父の写真を見せた。ああ。この、ナイ・アーラトという神父をご存知でしょうか。友人がここによく来る人だと言っていたのですが。そのような方がいらした記憶はないですね。わー、リリちゃんにしか見えないとか？でも本出てる時点でなんか違うよね。あの神父を見つけるのはそう簡単ではなさそうだな。うん。すいません。二度目？あれ記憶混濁してる。でここか。マサチューセッツの歴史。これあの本のやつじゃないの。ん？博士、この本にはダニッチの事件の記録がないよ。あったら筆者とは呼ばないだろう。ああ、確かに。で結局その事件は解明されたの。博士はダニッチの筆者を取り出した。では話そうじゃないか。そんな時間ねえだろ。関係あんの？ウェイトリー家に息子が生まれた後、ダニッチに家畜の血を吸う未確認生物が現れただろ。やがてその生物は村人をも殺し始めた。それを聞いてダニッチの東にある某大学から3人の博士がやってきた。博士たちはウェイトリー家の資料を解読し、いくつかの呪文を手に入れた。さらに家畜を襲ったのはウェイトリー家の息子が飼っていた不可視の生物であることを突き止めた。ちょっと待って、頭に入んねえわ。呪文を手に入れて、ウェイトリー家の息子が飼ってた不可視の生物。不可視でなんでそれ突き止めれんの。博士たちは生物の後をたどってダニッチの丘に登り、まず何かの粉でその生物を可視化し、もう全部抽象的やな、曖昧だな、何かの粉って呪文を唱えて、それを退散した。ようやくね。はん、それもクトゥルフにいるってこと。退散の呪文の他にその手の生物に寄生された場合、体から追い出す呪文も記載されてる。あ、それなんじゃねえの。この本最初は確かに歴史の記述だったけど、今はまるでホラー小説だよ。うん。図書館は一通り探したけどリリーいないね。他の手がかりを探そう。腹から取り出せる呪文があるってことなんじゃねえの、これでも。ちょっとごめんね、一回トイレ行ってきていい？よし。次病院よね。総合勉強。行く行く行く。あのヘリめっちゃ飛びそうなのに飛ばないな。あそこだ。でっけえ病院。ん？ん？え？なんでたどり着けないの？なんだいこれは。塗り壁にでも遭遇したか？これじゃリリが病院にいるかどうか。どういうこと？外で？博士は病院の電話番号を検索しそこにかけた。もしもし、こちらは総合病院です。電波が悪いな。すみません、そちらにユリゾノユリコという従事者はいらっしゃいますか？ユリゾノさんに何かご用ですか？おお、ちゃんといるんだ。私は彼女の友人で、急用ですぐにでも会いたいのですが、なかなか連絡がつかなくて、せめて出勤したのかどうか聞いておきたいのですが。ユリゾノさん、めちゃめちゃ口回んねえわ。ユリゾノさんはもう2週間ほど出勤していません。2週間ほど出勤していない？はい、そうです。お忙しいところありがとうございました。他は立ってみます。博士は電話を切った。でもさ、リリは最近病院で忙しいって言ってたよね。他の手がかりを探そう。ないやん、だって。職場もよく過ごす場所も調べた。だがリリはどちらにもいなかった。家やろ。そういえば、うちの学科は卒業生の動向を把握してるんだ。リリの住所知ってるかも。知らないんだね。スイは学科事務所に電話をした。はい、大学の学科です。どうしてノイズが混じってるの。お世話になっております。規制の雨宮スイレンと申します。どうも雨宮さん、どうされましたか。
できれば同期の百合園百合子さんの住所を教えていただきたいのですが、どうしても会いたいのですけど、いくら電話をかけても出ないんです。申し訳ありませんが、個人情報なのでお教えできません。お願いします。緊急事態なんです。このまま夕方になってしまったら。会いに行く。ルールはルールなので。まあ、からってやめ、ルールは。相手は電話聞いた。クソてめえ、これ。ごめん。話聞いてもらえなかった。どんまい。電話でうまく伝わらないなら、事務所に行って直談判しよう。最後まで手を尽くしますか。いや、それしかないでしょ、だって。あと死ぬしかねえもん。携帯で確認した。電車に乗れば、夕方になる前には戻ってこられる。ついでに、チケットも予約しといた。チケット？あ、その電車のね。バスで駅へ。はい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 。いや、ここら辺やないの。いえ、すぐ来れるやん。学校でこう警察署かな。で、バスで、はい。行きましょうか。スイート博士は、駅のバスに乗り込んだ。お、急に田舎感。着いた。うん。あ、バス停、あ、電車か。ふう、間に合ってよかった。次は何駅かな。まもなく。ちょ、出発したばかりだろ。やばいです。え、私たちやばいで乗車したよね。電車が止まり、ドアが開くと外の看板には確かにやばいと書いてあった。また塗り壁の妖術かい。バスで戻るしかなかった。もしかして何か見えない力が私たちを山内に閉じ込めてるのか。空間的にこの地域から抜け出せない。時間的にこの一日から抜け出せない。そしてリリは私たちを欺いたと言った。何かつながりがあるのか。このままじゃ学科事務所には行けない。ふむ、君たちの学科事務所。君たちの学科。うちの学科といえば、リリのとこにもハガキ届いた。同窓会があるんだってね。そうか、ハガキだ。リリにもハガキが届いてた。差し出し人はリリの住所を知ってるはずだ。確かに持っててよかった。しかも差し出し人の携帯番号が書いてある。いや、いいえ。もともせ。またノイズ。スイだよ、お久しぶ。スイさん、今どこにいるんだ。え、なんで？どうしたの？スイさんは12月25日から行方不明なんだ。え？もう13日になるんだぞ。私が13日も行方不明？ 13 日？つまりほぼ2週間。リリーもほぼ2週間出勤してない。え？じゃあこれもうここ現実とかじゃないのか？これ今いる場所が。博士も携帯を取り出し誰かに電話をかけた。私ずっと山内にいたよ。行方不明なんて何かの間違いだよ。君のお母さんから山内中を探してもスイさんが見つからないからと、僕たち同級生に連絡が来たんだよ。母が私のことを心配してるってこと？とにかくお母さんに連絡してあげて。でもまず世界の終わりを回避しなきゃ。それにお母さんと向き合うにはまだ心の準備が足りない。ありがとう、わかった。でもね、その前にリリーを見つけないといけないんだ。リリー？え？リリーに一刻も早く会わなきゃ。確か山内に家を借りてるはずなんだけど、住所を教えてもらえないかな。ああ、百合園さんのことか。ああ、構わないよ。 VV 村 RR 丁目 NN だ。 RR 丁目 NN ね、ありがとう。でも百合園さんとそんなに仲良しだったっけ？仲良しっていうか親友だよっていう設定なんでしょ。記憶絶対改ざんされてるよねこれ。そうなの？あの百合園さんに友達がいたとはね。でも改ざんできるなら本当にチキチキにできるくない？ねえ、大親友で止まらせないでさ。え？まあとにかく無事ならよかったよ。また同窓会で。相手は電話を切った。でもこれで分かったな。私が行方不明、それにリリーに友達がいなかったってどうなってんの？たった今私の指導教員にで確認した。先生によると私はこの13日間連絡がつかなくて携帯もつながらなかったらしい。でも携帯ちゃんとつながったよ。そう、
今日はつながる。ああ、だから現実に干渉されるってこと、あの化け物が生まれたら。どういう意味？おそらく神の子降誕後のこのループでは電波が外界と再びつながったんだと思う。他の人たちの証言を考えると、君と私はリリと共に彼らが知ってる山内から姿を消したんだろう。じゃあここは山内じゃないってこと？リリの家に行こう。真実はそこにあるはずだ。オッケー。 RR 町名 NN はこっちの方向だ。左かい？あ、ここや。めっちゃ近いや。え、ここ家だよね。めっちゃ近くね。リリのか、あ、行く行く行く。あ、うん、アパート。スイート博士はしばらく待ったが誰も出てこなかった。鍵がかかっていないことに気づき、二人はドアを開けて中に入った。リ、ん、しっ、どうしたんだい？リリ以外に誰かいるかも。侵入を悟られないようにしなきゃ。いないやろ。ふむ、わかった。いやいやいや、なんでそんなに慣れてるんだい？時々ホラーゲームをプレイするからだよ。へどんなホラーゲーム？ねえ、言えよ。え、なんか変わったとこだな。で、まあ、なんか椅子とかもちゃんと4つ置いたんだね。お、ディスク、もうある。ない神父がリリーに渡したディスクだ。ああ、何これ、カルト教団のお祈り。それにこの祈りの言葉、どこかで聞いたことがある気がするな。だが一体どこで。うんうん。で、お、リリーの日記。どうしてこんなに孤独なの？幼い頃からお父様は不在、お母様は冷淡で、お友達を作るのも苦手でしたわ。お母様の関心を得るため、優秀であろうと一生懸命努力した日々は何だったのかしら。それでも目を合わせてはくださらなかったわ。それにクラスの友人関係の機微を読むのが増えてで、どのグループにも溶け込めず、家でも学校でも私には居場所なんてない。リリは私と同じで孤独な子供時代を過ごしたんだ。今日大学を卒業しました。結局友達が一人もできないまま。ああ、これが真実ってことだよね。そんな中、天宮さんとの出会いが4年間で一番嬉しかった出来事でしたわ。忘れもしない、夕方大学で献血をした後、めまいを感じた私はベンチに座って休んでいましたわ。そして偶然通りかかった天宮さんが気にかけてくださった。一度生物学のグループ課題でご一緒しただけなのに、しばらくおしゃべりしてくださいましたわ。天宮さんはおかげで部員が足りないとおっしゃって、同じ趣味の仲間がいる彼女を眩しく思ったわ。天宮さんが立ち去るとき、呼び止めてお友達になってもらえませんかと声をかけようと思ったけど、勇気が出ませんでした。時間を巻き戻せればどんなに良かったか。うん、こちらで新入部員を募集してると伺いましたわ。ぜひ入部させていただきたいのだけど。うん、嘘、なんで。この日記が本物ならリリとの思い出は偽物ってことになる。もしかして我々はリリとの過去を思い出せないのではなく、その過去自体が存在しなかったということか。だよね。そうでしょう。で、それができるのはこの世界のみってことだよね。小麦粉、え、クッキーの作り方をずっと習いたいと思っていましたの。おお、言ってた。小麦粉が買ってある。そういえばクッキーの作り方を教えるって約束したんだった。うん、どうした？リリに納得のいく説明をしてもらおう。リリの部屋のドアを開ける。ここ？お、リリいる。お腹が痛い。なんでベッド2つあんの？前回のループで何が起きたの？なぜ思い出せないの？力がつきかけていたから記憶を持ち越せなかったのかしら。ああ、やっぱ思い出せないんだ。来たよ、リリ。あ、天宮さん、博士さん、結局真実を知ってしまったのね。
この山内はどうなってるんだい？それに君は誰だ？私は間違いなく百合園百合子ですのよ。でも二人がご存知のリリーではなく赤の他人ですわ。ああ。12月25日に私はあのディスクを聴き祈りを復唱しやがて夢を見ました。何ここ？願いを告白なさい。あの方の友人になりその輪の中に入りたいわ。ない神父は玉虫色の種を取り出しリリに渡した。うわ、これでこの神の種を飲み込むのです。さすればそれは君の体内で発芽し神の子へと成長する。そして時空を操る父神夫人の力の一部を君にもたらすでしょう。天宮水蓮とその友人博士葵については私が彼らの記憶を操作して君を親友とみなすようにして差し上げます。お前がやったんか？これ騙されてんでしょ。だから夢に現れたり記憶を操ったり。ナイは本当にナイア教の一神父なのか？もしくはそいつ自身が。うん。その後神の力で空間を操りこの偽りの山屋を作り出しましたわ。そして時間を操りお二人を私の誕生日1月6日に閉じ込めましたの。この場所もこの繰り返しの日々もお二人と私の過去も全て偽物ですわ。そっか。ドアに入る前からなんとなく分かってた。本人の口から聞いたら怒るとか落ち込むとかそんな気持ちになるかと思ったけど少なくとも今は落ち着いてる。おかげで一緒に楽しく過ごした礼儀正しいけど愛想のいいリリとの思い出がまだ心に残ってる。今でも大好きなリリはそこにいる。でもどうしてリリとの過去や私の中のリリそのものが崩れ始めてるんだろう。そっか、誰かが全部打ち砕いたからだ。そして気がついた。どうして目の前にいる百合園百合子をこんなに不快に感じるのか。こいつは自分勝手な欲求のために私のリリーを壊したんだ。え？それでも目の前の彼女は記憶の中のリリーそのままだ。私は彼女とどう向き合えばいいの？てか待って、なんか都合よくできてる世界なんじゃないの？なんか急にチャラ男とかも出てきてるけどさ、そういうわけでもないの？わが岸、いや待って、なんか分岐とかあんのかな？ちょっと一応こっちにセーブしよう。あーん、避難する。ボロクソに言え、こんな女。つまりさ、あなたは私たちを13日も監禁してその誘拐犯を親友だと思い込むように洗脳したってことだよね。弁解の余地もございませんわ。ごめんね、リリちゃん。お好きだよ。ただ今はちょっとボロクソに言わせてくれ。このこういうルートだから。よくも騙してくれたね。私が一番憎いと思ってることが何か知ってるでしょ。人を騙すことだよ。申し訳ありませんわ。リリの顔で謝らないで。スイ。で、結局何がしたいわけ？百合園百合子。私にはまだお二人を現実に返すだけの力が残っていますわ。この13日間の埋め合わせをすることはできないし、欺かれたお二人に報いることも到底できませんわ。ですがせめてお二人のために何かさせてもらいたいの。好きにすればいいよ。さようならリリ。え、戻ったの？え、ちょっと気がかりなのがさ、なんか導入映像みたいなやつで博士ちゃんが死んでるようなやつあったやん。まだ来てないんだよね。気がついた時私は家の前に立っていた。友達に聞くと博士と私は13日も行方不明だったそうだけれど、その間に私たちがどこにいたのか何をしていたのか全く思い出せない。ああ、記憶消えちゃうのか。心に残ったのは深い喪失感だけだった。
これリリちゃんはもうこの世界にいないのかな。まるで誰かを忘れたかのように、とても大切な誰かを。まあバッドエンドだよね。まだ続くのか。知らないうちに暗くなっていた。もう寝なくちゃ。でもなぜか何かの声が聞こえ始めた。それは祈りのようなもの、祈りのようでもあり、冒涜のようでもあった。真逆やん。その声に誘われて、私は窓に向かった。え？窓の外には、異界の光が広がっていた。まあ、そうか、結局止められてないもんね。で、今、なんか夢っぽい、なんかその別の世界のリリちゃんのお腹から今、神の子が生まれちゃってんでしょ？その光は聖なるものであると同時に、ひどく不浄な輝きで、何者かの降臨を告げていた。一瞬の迷いの後、思わず窓の外を覗いた。そして終末の瞬間、その存在を見届けた。おう。なんかめっちゃ頑張れば倒せそう。バッドエンド。神。こんなんが神なの？そんな許されていいんですか？もうさっさとやり直します。よかったよかった。共感で！大好き！小さい時、私は父を亡くして、母からの愛情もなく、身内にも拒絶されたの。だから長い間、他人から自分を閉ざしてたんだ。そうでしたの？雨宮さんも？うん。でもね、私はラッキーだったの。初めての友達になってくれて、私を自分だけの世界から連れ出してくれた人がいた。ゆりぞのさん、私はあなただった。あなたの寂しさはよくわかるつもりだよ。それにやり方は間違っていても自分を変えようとしてるんだよね。あなたに欠けてるのは手を差し伸べてくれる誰か。だからね、私も昔助けてもらったみたいに、あなたの初めての友達になりたい。クッキーの作り方を教えてあげるって言ったでしょ。一緒に現実の世界に戻ろう、リリー。おお。博士ちゃん、ちょっと替えの巣となってるけど。リリー、君との過去は確かに偽物だ。だが、今までのループで仲良くなったのは紛れもない真実だ。月並みな言い方だけど、私たちはとっくに友達なんだよ。博士ちゃん、ちゃんかわいい。スイちゃん、博士ちゃん、感謝いたしますわ。はい、ベッド行け。ループといえば肝心なことを忘れるところだった。神の子の降誕。神の子なん、これが。爪楊枝とかでそのね、ここら辺の目刺すだけで死にそうじゃん。そんな神じゃねえって。前回の記憶が蘇りましたわ。急に。お、大丈夫？お腹どうなんの、これ。結局リリー、急げ急げ。何してんの？わ、これ包丁。リリは両手で包丁を逆手に持ち、下腹部に向けた。何してるの？二人は私の友達だもの。二度と巻き込むわけにはいきませんわ。責任を持って、自らの手で、神の子を殺さなくては。早まるな！だがリリが行動に移す前に異変が起きた。あ、やばい。痛い痛い痛い！え、やばいやん。リリは下腹部を両手で抱えてしゃがみ込み、そのまま仰向けに倒れた。え、もうループできないんじゃねえの？全身を痙攣させたかと思うと、瞬間その腹の一部がプクッと詰まり出た。そしてへそを食い破るように豆さえほどの肉種が一匹入らした。うわ、肉種はみるみる膨れ上がり成長し、触手は目、大きな口まで形成された。チンコにしか見えん。乾く。何してんの？神の子は触手でリリの脇腹を突き、彼女の血をすり始めた。あ、助けろって。これは。リリは糸が切れた操り人形のようにだらりと床に転がっていた。そしてその様子は全て水の目に映っていた。いや、早く。化け物。お、よし、あれ。ナイフが深く深く神の子に突き刺さり、傷口から
黄緑色の脳血が流れた、気持ち悪い。え、弱っ。あ、消えた。これもうほんと本の通りやん、これ。ねえ、なんかの粉、なんかの粉、小麦粉。さっきは血を吸った、今度は不可視、小麦粉ですわ。思い出した、どこであの祈りを知ったのか。何が起こったのか気づいた、気がついた頃には時すでに遅く、神の子の真っ赤な口が迫っていた。い、嫌だ。こいつ、博士まで。首のない博士とその血で真っ赤に染まった神の子を見て、スイは激しいめまいを感じ、まるで魂を抜かれていくような気がした。再び顔を上げた時、影はすでに彼女の顔を覆っていた。殺してやる。メガ、お前も人間じゃねえのか。すに、クソ、まだ逃がすわけないでしょ。ためらうことなくスイは手首を切り裂いた。え、血しぶきを神の子に浴びせ、再び真っ赤に染めた。神の子もビビってる。父親の元に返してあげる。強っ。イグナイトゥルトゥン、トゥクンガ。クソ、なまってる感じする。イグナイってよくないの、なまり。瞬間移動。え、でもここにいるやん。うっ。スイはディスクが置かれていたテーブルに激突し、床が倒れた、床に倒れた。その腹部は神の子に穴を開けられた。神の子は触手を振りかざし、スイの心臓に狙いを定めた。待って、このディスク聞けばさ。床に落ちたディスクを見つめながら、スイの意識は混濁し始めた。神父がリリにディスクを与えていなかったら、こんなことにはならなかったのに。全部これのせいなんだ。これを聞き、聞き、聞き、再生される祈りを復唱なさい。再生される大いなる神は君の願いを聞き入れ、叶えてくれるでしょう。少々少々。ディスクを聞いたのはリリだけじゃない。お、スイは最後の力を振り絞り、包丁を神の子に投げつけた。ちゃんと痛かんだな。包丁に目を一つ潰されたのか、激しく身もだえる神の子をよそに。神は門にして鍵。チャンスを逃さず、スイは祈りを唱えた。最後まで手を尽くすから。おえ、キラキラと瞬く星々に青みがかったガスが漂う広大な空間は、まさしく宇宙そのものだった。いつの間にかスイはその宇宙に浮かび、三つのドアを目の前にしていた。リリが夢の中で神父に会ったのはここだったの。傷がない。おう。とにかく神父を探さなきゃ。ちょ、博士ちゃん。博士さん、どうなったんだ。危ねえ、読み込むとこだった。ちょっと待って。セーブしよう。おい。スイはドアの向こうが日中で、自分が自宅の玄関を見下ろす位置にいることに気づいた。え、何このドア、私の家の上に繋がってるの。ここは、スイはドアの向こうが夕方で、自分が母校の入り口を俯瞰する位置にいることに気づいた。ここから飛び降りたらどうなるんだろう。他はいけないんだよね。このドアの向こうにあの神父がいるような気がする。え、セーブします。ドア開ける。ちょっと待って、もう一回入ったらどうなんの。同じリアクションで終わり。あ、もうなんか飛び降りて死ぬことできないの。そういうバッドエンドないの。なさそうだね。でも行くわ。じゃあちょっとあぐらかけながらやるな。行くよ。もう一回セーブしよう。はい、開けます。ぶん殴りに行こう。実は弱えって。お前ここで何してんの、暇してんのお前。ついに会ったね、ナイ神父。
しかも過去の遺恨もあるからな。足音がだいぶ遅かったな。内神父は手を叩いた。あ、手を叩いたのね。この世界には飽きてきたところでした。いいところに来てくれましたね。全部お前のせいだ。お母さんを騙し、私の子供時代をめちゃくちゃにして、たった今友達を死なせて世界を破滅に追いやった。目的は何、エゼ神父？目的？神の子の誕生じゃねえのか。君の母は安らぎを求めたから私は安らぎを施した。リリは友情を願ったから友情を施したまで。君たち人間の願いを叶えるのは私に大きな喜びをもたらすのですよ。目的など必要ないでしょう。さあ告白なさい、君の願いを。この野郎。おやおや、お前は私が倒すなんて言わないでくださいよ。少年漫画じゃあるまいし。いや、あのポテンシャルすごいよ多分。ついちゃん、ついは一度深呼吸をした。こいつに対する不満は山ほどあるけど、今は市場をぶつけてる場合じゃないんだ。リリと博士を救えるならこいつに頭を下げてでも。え、ほう、決心はついたのですか。リリと同じ力をちょうだい。過去に戻らせて。もう友達が殺される直前でも構わない。二人を助けたいの。たとえ13日後に神の子が君の腹から這い出て世界を滅ぼしても構わないですか。ってもう言われてたのかな、リリちゃんも。死んだ二人を助けなかったら、どっちにしろ今すぐ世界は滅びるでしょう。今13日後のことなんてどうでもいい。音符出せな。はは、面白いですね。内神父は玉虫色の種を取り出し、ついに渡した。神の器となる資格を授けます。水はその種を受け取ると一瞬ためらった。だがすぐに口に放り込み飲み込んだ。すると下腹部から何かが湧き上がってきた。それは痛みと目不思議がたい力。え、あ、持ちこたえて天宮水蓮、時よ戻れ。すげえ、ちょっと前だ。良い演出を期待していますよ。興ざめさせてくれるなよ。おてめえこれクソじじい。これほんと家の、やっぱこっからや。戻った。博士は首のあたりをさすった。確か、あ、ちゃんとそこも覚えてんだ。確か首がちぎれたんじゃ。なぜ生きてる。リリも自分の下腹部を抑えた。時間が巻き戻った。でも私の力は使い果たしてしまったはず。え、これどうなんのこの場合。リリちゃんの腹にも入ってんじゃねえの。ダブル神の子やん。じゃあ私が時間を巻き戻したんだ。スイは状況を説明した。神の種、そんな呪物を飲み込むなんて正気か。我々はおかけんでしょ。何その笑顔。やべえって、ミスったらもうやべえよ。私のせい、お二人と友達になりたかったばかりにスイちゃんが神の子に寄生されてしまうなんて。え、これ、え、リリちゃんどうなってんの。リリちゃんにいなくなってたりする。一匹しか存在できないんだとしたら、え、逆にさ、この3人でループしようぜ。ねえ、あの神父に頼みまくってね、どんどん交代してってさ、13日をどんどん繰り返せばいいじゃん。リリ、まあさすがに無理だよね。私が神の種を飲み込んだのは二人を助けたかったからだよ。リリが友達になりたかったこととは関係ないでしょ。罪悪感を感じるのはいいけど、自分を責めるだけならダメだよ。大事なのは自分の過ちと向き合うことなんだから。おっしゃる通りですわ。私は何かをしなくてはなりません。お二人のためにも自分のためにも。一緒に向き合ってみよう。だって私たち親友でしょ。おい、スイちゃん。そうですわね。神の子を滅ぼす方法を一緒に考えましょう。
ところで、博士、神の子と対峙した時なんかじっと見てたのはなんで？あ、そうだよ、それも覚えてんだろ。まさかこんな偶然があるとはな。神の子は血を吸い、かつ姿を消すことができる。ダニッチの血を吸う不可視の生物と一致するだろう。うん。そしてウェイトリー家の呪文にはその手の怪物を召喚し従属させることができるものがある。しかもなんとその呪文がディスクの中の祈りと一致するんだ。ええ、博士マジナイス。つまり神の子はそのダニッチの怪と同じタイプの化け物ってこと？退散の呪文の他にその手の生物に寄生された場合体から追い出す呪文も記載されてる。うん。博士はダニッチの秘書を取り出した。これで神の子に対抗する呪文を手に入れたぞ。生き残ったっていう村人のおかげだね。昇級しないつつも自分の体験を本にまとめてくれたから。でも昇級しなっちゃう？でも書かれてることは信用できるのですか？心配ないさ、これがホラー映画なら狂人が言うことの大体が真実だからね。おい、確かにあるあるね。その信じられなかった人たちが結局大変な目に遭うみたいなね。とにかくまず博士ちゃんが呪文で私の体から神の子を追い出して、もう一つの呪文で神の子をこの世から退散させるのね。え？そうだ。スイちゃんの、ちょっと待って。神の子は瞬間移動ができるんだよ。不用意にリリから追い出せば、博士が退散の呪文を唱える前に秒殺されちゃうよ。ふむ。ではどうする？私が盾役になる。その隙に博士は呪文を唱えて。危険すぎますわ。大丈夫、一番強いから多分。いいからついてきて。秘密兵器があるの。何？スイの秘密兵器を探す？小麦粉？あるんじゃね？小麦粉？何これって。あ、包丁？これ秘密兵器なの？え？いやいやいや、たかが包丁で神の子と戦うつもりかい？これがホラーゲームならラスボスが包丁を持ってる女なんて燃える展開でしょ。普段どんなホラーゲームをやってるんだい？いや本当だよ、俺もあんま知らねえわ。包丁持ってる子？幸子か？ちょ、足かゆ。寄生生物を体から追い出すのはかなりの苦痛が伴うと思う。歯を食いしばって耐えろよ。私の過ちを思えばこれくらいの責任何ともありませんわ。おお、覚悟決まってんな。スイちゃん。何？次に現実で出会う時には勇気を出して友達になってくれませんかって言おうと思いますわ。あー、でも記憶なくなっちゃうのか多分。だよね、きっとだよ。じゃあリリー、呪文を詠唱するよ。それは奇怪な詩音と美音の羅列でこの世の言葉とは思えなかった。よくそれ博士で出せんな。強いて言えば神が降臨した時に脳に流れ込んできた声音のようだった。リリは口いっぱいの血を吐き出した。頑張れ。また大量の血を、今度は豆さやほどの肉腫と共に吐き出した。そして床に倒れ気を失った。来たぞ戦闘で。肉腫はみるみる膨れ上がり成長し、いやこの時にぶっ刺しちゃよくね。触手や目、大きな口まで形成された。よし来いや。神の子は早ん早産だった。苦しそうにもがくとリリに触手を伸ばし血を吸おうとした。やぞ行け、んかい。すごい、え、すごいすごい、え、嘘、すごい、やれやれ。博士が退散の呪文を唱え始めると神の子はさらに激しくもがいた。ええ、しかしこの呪文にはひどい悪影響があるようで、唱えながら博士は冷や汗をかき割れるような頭痛に襲われた。やばい。怒ったマークやめろ。させないよ。かっこいい。博士、呪文を。この目が赤くなるの何なの？わかった。ん、ぐわぐわ。お前らは自分が何をしてるのか分かっていない。また姿を消すつもり？はい、小麦粉の出番です。あ、マジでチンチンに見えてきた。
スイは机から小麦粉を取ると袋ごと亀の子にぶつけ白く塗りつぶした。リリー、小麦粉を借りたよかっこいいね。小麦粉を借りたよってセリフでこんなかっこいいと思う時に来ると思わなかった。前回手首を切ってお前赤く染めたから包丁振り回す力がなかったけど今回は違う。いや博士、詠唱続けて。ブグショゴグショゴスみたいな単語してるけど、イブトゥンクヘフイエグルクドル。え、チヨチヨ、あ、チヨね。器の中のチヨ。すごい、なるほど、お前が使ってたのは瞬間移動じゃなくて時を止める力なんだねけど残念、私の中にはお前と同じタイプの化け物が救ってるんだ待って、もうスイは左腕を振り上げ弧を描いて触手の力をいなした。腕に切り傷を負ったが胴体のダメージは免れた。なんもう戦闘狂やんけ、強すぎね。抵抗しても無駄もうその顔怖えって。ヤンデレモードみたいになってるって。ヤンデレ強いよ確かに。こうなったらうわー。いやおかしいだろ、ナイフの扱いが手慣れすぎてる。こっそり練習でもしてんじゃないか。え、何これ、何の伏線。あ、ツッコミしてる場合じゃなかった。お前も思うんかい。いやなんかゲチョゲチョになる呪文使って。ない、今度神の子の後方にどこからともなく渦が現れ、ゆっくりとその異形を中に引き込んでいった。助けてちよ。神の子は必死に抵抗したが逆らうことはできず渦の中に引きずり込まれた。そして疲れ切ったスイと博士もまたその深へと消えていて。え、ちょっと待ってね、もうラストバトル？え、ここ？キラキラ瞬く星々に青みがかったガスが漂う広大な空間はまさしく宇宙そのものだった。スイート博士はその宇宙に浮かび目の前に。ない、神父。リリは？彼女は無事ですよ。先に現実に送り返しておきました。え？そうか。ならいいが。この世界には何の面白みも残ってないと思っていたので、リリに神の子を宿らせその父神を召喚することで世界をリブートしようと思っていました。ですが君たちの演出を見るになかなかどうしてまだ楽しめそうなのでね、今回やめておきましょう。英断だな。愛なリブートはシリーズのファンを失うだけだ。なんそのメタ発言。私は何を言ってる。神のお告げを受けたせいで頭がおかしくなったのか。ふむ、言えてますね。え、同意したぞ。誇りなさい、君たちは世界を救ったのですよ。面白いものを見せてもらったので特別です。え、ない神父がスイを指さすとスイは腹痛が消えたのに気がついた。見上げると神父の手には神の種が握られていた。何こいつ、中立なんだな本当に。わざわざ取り出さなくても私はそれを吐き出すための呪文がある。え、また戦う気なの。今度は何を企んでるの。ただの気まぐれだ。ハッピーエンドも悪くないと思ったまでです。思ってもないこと。反論するな、少なくとも今は。うん、しょうがない、もう分かってるけど、今度はあのお母さんの方でしょ。ふふん。え、さあ君たちが現実に戻る番です。なんでドアが2つあるの。左の方はこのまま現実へ、そして右の方は君たちの大学時代、リリが君に出会う前に繋がっています。記憶あんの。つまり右を選べば過去に戻ってリリと友達になれるんだ。そうだよね。
過去に戻ることはできる。じゃあ、待て。それぞれ違うドアを選べるのかい？スイは右のドアを選び、私は左のドアを選ぶとか。いいな。二人とも同じ選択をしなくてはなりません。ジレンマに苦しみなさい。え？あと、現実世界に戻った後も、ここでの記憶は残るのか？いやもう、なぁ、残んないっしょ。内心は冷たく笑った。これは賢明な質問ですね。いずれのドアを選んでも、記憶の一部を失うことになります。リリも同様です。一部ってどこ？このまま現実に戻れば、このループした13日間の記憶は失われます。大学時代に戻れば、その時点以降の記憶は全て失われます。はぁ、あ。この点を考慮して検討なさい。記憶を失う？だったら、リリと培った友情は？スイ、聞いてくれ。左を選んで、私とこのまま一緒に現実に戻ろう。え、なんそれ？リリーか博士かを選ぶってこと？この13日間の記憶がないとなると、我々の行動パターンは以前のままだ。その場合、大学時代に戻ったとしても、リリーは君と友達にならない可能性、確率が高い。それだと同じことの繰り返しだ。リリーはまたディスクを受け取り、ああ、そっか。神の子に寄生されることになるだろう。そうなれば世界は終わる。このまま現実に戻って、リリーのことは忘れろってこと？私だってそうはしたくない。でもそうするしかないんだ。私たちは世界を救わねばならない。左は世界、右がリリー。大切な方を選べ。セーブさせてください。あ、ありがとうございます。優しいっすね、本当に。じゃあ左戻ります。世界選べます。はい。当たり前やろけ！世界や、世界！案の定、世界の方が大切ですか？お前、どこまで？つい。これもリリーのためだ。いや、安心しろ、二人とも。こいつよりも俺の方が神だから、今。労働できっから。うん、死に戻りと同じ。さよなら、リリー。いや、でも、ワンチャンあるやろ。ねえ、奇跡が起こって。気がついた時、私は家の玄関に立っていた。そして、私の前に立っていたのは、思っても見なかった人物だった。マミー、スイ。お母さん。母はスイを強く抱きしめた。本当にごめんなさい。全部私のせいよ。夫を亡くした痛みを乗り越えられなくて、あなたをないがしろにしてた。でもあなたが行方不明だったこの13日間で、初めてどんなに大切かを思い知ったの。え、行方不明？ああ、そっか。お母さんに聞くと、私は13日も行方不明だったらしい。その間に、私がどこにいたのか、何をしていたのか、全く思い出せない。けれど、もうそんなことはどうでもいい。お母さんが、帰ってきたんだから。あのね、お母さんが焼いたクッキーが食べたいな。いいわね。今すぐ焼くわ。いや、リリー。ああ、猫ちゃんクッキー。大きな猫さんのクッキー。かわいい。あれ、デジャブ？思い出せ！ま、どうでもいっか。こうなっちゃうか。スイはクッキーを一口かじった。美味しい？涙がポロポロ。正直なところ、記憶の中ほど美味しくはなかった。今では私の方が美味しく焼けるくらいだ。でも、このかすかな、塩味こそ、私が一度も再現できなかった味だった。そして気がついた。それは私の涙の味だった。ああ、やっぱ泣いてんだ。こんなに美味しいクッキーは本当に久しぶり。これからはお母さんがいくらでも焼いてあげるよ。うん。私の心は感じたことのない温かさで満たされていた。そして、それを友達と共有したいと思った。そうだ。後で博士に話そう。それとあの人にも。あれ？
他の誰かと共有したい気がしたけど、どうしてその相手が思い出せないの？誰かを忘れていたっけ？とても大切な誰かを。クッキーの塩味がより一層増したみたい。あー、ノーマルエンドね。甘じょっぱいクッキー。あー、よかった、順当に。で、次がハッピーエンドなのかな。いや、でもどうなんだろう。結局でもさ、あの神父ね、今回は助けてあげましょうみたいに言ってたけど、右の方にしたらなんかそのあのね、神の子の下りにならない、神父がそもそも出会う気がないみたいなさ、そんな風にできないの？できるやろ多分。てめえ、おい、左は正解。はい、じゃあ右行きます。リリを選びましょう。博士頼む。世界を滅ぼしてでもリリを選びたいということですか？もうこの行動姿勢が面白いってなって、そのまま世界滅ぼすな。スイ、次に現実で出会う時には勇気を出して友達になってくれませんかって言おうと思いますわ。今度はリリが友達になってくれることにかけたいの。もしなってくれなかったら、そうか、世界が終わっちゃうもんね。博士は言ったよね、この13日間の記憶がなければリリは私たちの行動パターンは以前のままだって。そうだ、もしリリがまたディスクを受け取って神の子に寄生されたら、リリのパターンが変わらないなら私たちもそうでしょ。だったら最悪、あ、またこの同じパターンを繰り返すってこと？もう一度世界を救えばいいだけだよ。うん、ああしょうがないな。ならばこの博士が君のバカな賭けに付き合ってやろう。博士、これは君の選択です。後悔のないように。言わなくてもいつか必ず思い知らせてやる。スイちゃん、スイちゃん怖えよ。リリー、がっかりさせたら承知しないんだから、もうスイちゃんに今の顔させないようにしよう。ハッピーであれ。気がついた時、私は大学の正面広場に立っていた。おう、え、私なんでここにいるの？何をしてたんだっけ？どうして思い出せないの？もっと新入部員をスカウトしないと、我らがオカケンは廃部に追い込まれるぞ。あ、私の学科から新入部員をスカウトするんだった。頼む。あの子、なんだか見覚えがあるような。どこでだろう？思い出せ！ユリゾノさんだよね。は、はい。どうされましたの？雨宮スイレンだよ。ほら、基礎生物学のグループ課題で一緒だった。まあ、そうでしたわ。奇遇ですわ、ね。あれ？思い出し、ない？ユリゾノさんは突然顔をしかめ、そのままうなだれた。大丈夫？医務室まで一緒に行こうか？心配には及びませんわ。ああ、これか。その献血のやつね。献血の影響で少々めまいがしただけで、座っていればじきに治りますわ。そういえば、今日は献血者が来てたね。ええ。おう。じゃあ、一緒にいるよ。恐縮ですわ。そのままユリゾノさんと少し話をした。最初は遠慮がちに相槌を打つだけだった彼女も、話せば話すほど興味を持ってくれた。まるで久しぶりに会った親友みたいだった。実はユリゾノさんも私と同じようにゲームが趣味で、あ、そうなの？クッキー作りに興味があったり、超常現象も研究していたりすることが分かった。あ、もう元からなんだ。でもそうだよね、図書館でもそういう本を探したもんね。ユリゾノユリコか。ユリゾノユリコ、これからはリリと呼んでもいいかな。もう変わってるやん。え、いいですわよ、雨宮さん、
このまま、いえ、リリー、友達になってくれませんかって。でも、これもう友達だけどね。友達になってくれませんかって、そんな、現実でないからね。もう勝手に友達になってるみたいなもんだから。もうこれ友達だよ。じゃあ、私のことは気軽に、スイって呼んで。スイ、ちゃん。そうだ。今度おかけに寄りなよ。博士っていう友達がいてね。絶対仲良くなれると思うんだよね。喜んで。うわ、もうこんな時間。お待ちになって。来た！もし、でも言わなくてももう友達だよ。あれ？私は突然、奇妙な感覚に包まれた。まるで長い間、この瞬間を待っていたかのように。まるで彼女がこれから言うことが、世界そのものを変えてしまうかのように。長い長いってさ、めっちゃ飛んだだけで実はもう本当に何回も世界救って、同じループ繰り返してさ、こっちの方にやっと影響を及ぼしたみたいなことあったりすんのかな。もしよろしければ私のお友達になってもらえませんか。もう友達だろ。リリ、私たちはとっくに友達だよ。なぜかそんな気がする。この出会いは運命で決められたことなんだって。わー、引力。え、めっちゃおもろかった。めっちゃおもろかった。でもクトゥルフとか知ってたらもっとおもろかったんだろうね。いやでもそれ知らなくてもめっちゃおもろかった。よかったよかった。で、友達になって運命を変えて、神父も多分嘲笑ってんじゃないの。いや、面白い！人間は、みたいなさ。この世界も、まだ続くんか。献血はよくするの？ええ。珍しい血液型なので、え？できるだけ献血したいと思ってますわ。なんか Z 型みたいな。もしかして、RH- とか、ああ、そういうやつね。O のなんかその、なんちゃらなんちゃらみたいな。あるよね。ええ。RH- の B 型ですわ。え、B 型なんだ、リリちゃん。え、RH- の B 型なの？私もだよ。B 型と B 型って合うんかな？まあ、本当に奇遇ですわね。じゃあ、もしもの時は、輸血をお願いしなきゃだね。そうですわね。そんな必要ないことを祈りますけど。なんかちょっと伏線みたいなの。おう、神父。これは君の選択です。後悔のないように。おう。ん？続編1？リリース済み？え？ケース03。あ、なんか、この作者さんなんか、もうなんか結構あんだよね。私の恋人は何か秘密を隠してる。こっちの方に繋がったりするってことなの？うわ、男出てきた、ついに。真相を突き止めよう。同じ名前なんかな？リリア！ちょっとね。これ、スイちゃんさ、他の作品ではめちゃめちゃやばいやつみたいになってんじゃねえの？三鳥の結末。博士は？リリちゃん。それもなんか、この二人結局なんか別の感じで悪い方向に行くやつやん。結局死の運命に逆らえないみたいな。続編に？おう、博士。いろいろ派生してるってことなのかな？血の百合階段。階段今度。うん。博士だ。ついちゃんやん。第二の怖い話、死階段の回。スイちゃんがメインじゃないのかな？博士とリリーで3万のかな。おお、タイトル画面のギャラリーで、CG や立ち絵を見ることができます。いやー、神の子、どこ行くん。いやでもこのスイちゃんもだから、他作品ではなんか本当にヤンデレみたいなあるみたいなあるよね。だって今作別にヤンデレとかではないじゃん。うん、
なんかまあ他の作品もちょっとやってみてーな。本当に全然多分ジャンルが変わってくるんだろうね。ということで、血のユリループでした。いや面白かった。まあなんか続編とか あるけど多分一つ一つ登場人物同じだけど、なんかね、多分過去作ってことでしょ。だから一つ一つで楽しめるってことだよね。うん、以上。まあ俺結局思ったのは、まあクトゥルフは難しいし、リリーちゃんはかわいそうな子だったし、博士ちゃんめちゃめちゃ可愛かったし、スイちゃんはやべえ。